ポラックはアメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級原子力潜水艦の5番艦。艦名はパラの一種であるポラックにちなむ。その名を持つ艦としてはポーパス級潜水艦9番艦以来に石目。ポラックの建造は1959年3月3日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に発注される。1960年3月14日に寄港し、 1962年3月17日に、ジョン・パストアープ人によって、命名、浸水し、1964年5月26日に、艦長ハーベイ・イーライアン中佐の指揮下収益した。ポラックは、大西洋艦隊に合流し、サウスカロライナ州チャールストンとして、第4潜水セ隊に所属した。カリブ海での成長後、6ヶ月に及ぶ。 対戦水艦戦闘の評価を行う。1965年は大半を新たな対戦水艦戦闘の戦術評価に従事し、駆逐艦による対戦作戦の評価及び対水上艦作戦訓練に参加した。ポラックは同年海軍主君部隊賞を受賞した。1966年にポラックは統合対戦水艦戦闘作戦で評価された。 1967年の大半は、海上での様々な兵器試験に費やし、1968年3月1日に、母校はバージニア州ノーフォークに変更され、第10潜水船体に配属された。同船体は、海軍発の全艦が攻撃型原子力潜水艦から構成された艦隊であった。ポラックは1970年まで大西洋艦隊で活動した。 ホラックは1989年3月1日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1993年2月9日に解体が始まり、1995年2月17日に作業は完了した。ありがとうございます。